お世話になってます。板金塗装レスト GT の時間でございます。カバちゃんです。ということで、ちょっとここら辺の空いている穴とかを全部移植していきたいと思います。ここですね、シールテープは時計回りに3周ぐらいでございます。このウォーターネックのところは紙じゃなくてゴムのオーリングになってるので、そのまま使っていきます。サーモスタットも前回変えたので、そのままいきます。あ、はい、その前にここ穴塞いでおいた方が楽ですね。たまたま合うプラグ持っててよかったです。プラグじゃない、はい、ウォーターネックをつけます。はい、ここブレーキの負圧取るところですね。はい、オッケー。はい、デスビを入れる前にこの奥にオイルプレッシャーがあるので、先にここセンサー、オイルプレッシャーのセンサー入れておきます。はい、インテークもつけ終わったので、バルブカバーも置いておきましょう。外した時のデスビがこの向きなので、この向きに入れていきたいと思います。この向きですね。ここでしょう。はい、バッチリ同じ位置に入りました。見えてない。はい、バッチリ同じ向きに入りました。じゃあ、デスビの止めるやつですよ。これまだ全然軽くしか入ってないです。戻していきます。じゃあ早速キャブを置いていっちゃいましょう。はい、OK。クダウンケーブルとアクセルのリンケージ、はい、プラグコードですね。1、8、4、3番。お、業者さんにいただいたウォーターポンププーリー変えていきます。はい、とりあえずベルトがね、これしかないので、1回このプーリーのまま組んでいきたいと思います。はい、ブレーキの負圧も前回よりもね、ちょっと5センチぐらい長くしてつけていきます。短すぎてやっぱ引っ張られてもげちゃうよってことであったので、ちょっと伸ばして余裕を持たせていきたいと思います。先になんでこれをつけたんだろうですよね。まあ今回結構余裕がありますね。ということで一通り終わりました。やっぱ新品のインテークはあれですね、いいですね。まあメッキでこう光ってるわけじゃないですけども、このたくましい感じがいいですね。はい、ちょっとこれガスケット、液体ガスケットが明日まで乾かして、明日エンジン始動していきたいと思います。うん、素敵。はい、それでは、はい、インテークの方も乾いてるので、ラジエーターに水入れていきたいと思います。はい、こういう部屋抜きのやつがあるととても簡単にいけます。とりあえずは入れれるだけ全部入れて、もう入らなくなったらエンジンかけます。はい、ということでエンジンかけていきたいと思います。で、一回キャブ外して、ここら辺の燃料が減ってるので、最初ねちょっとかかんないかもしれないんですけども、まあちょっと回していきたいと思います。
てるので、まあ、基本的には簡単にかかりました。でエンジン温めてその間にまあエア抜きもして、その後また点火時期をしっかり合わせていこうと思います。はい、今こういう感じでどんどんエアが抜けていってます。で温まってくるとサーモスタットが開いてラジエーターの方まで全部水が回って、中にとどまってたエアっていうのが回ってきて上に出てくるっていう感じですね。そして今エンジンルームで水温計見ながらちょっとおかしいなと思ったんですけども、今 11.7V とかあるんですけど、15.5 とかまで上がっちゃうんですよね。っていうことは多分レギュレーターがパンクしているのかなと思います。あんまりこう17、18とかまで上がりすぎちゃうと今度バッテリーの方がおかしくなっちゃうので、電化他の電気関係に与えちゃうので、発電をしてそれを抑えるっていう部分が壊れているのかなと思って今ちょっと思います。様子見ていきたいと思います。はい、それではタイミングライトで合わせていきます。これを1番のプラグコードに挟んで、はい、これをバッテリープラスマイナスつなぎます。光った時だけあのギザギザのところと矢印が光っているところというか、そこが今の真核の位置なんですけどね。はい、ここですね。真核のところがこうやって全然ブレてないのでエンジン自体すごく調子がいいです。はい、ここねまだちょっと暑いので触るの危険なんですけども、まあ、ちょっと冷めてくるとまたこう水のあれが変わってくるのでちょっと冷まして、で今度仮ナンバーも借りて車検取れるぐらいかどうかっていうのをちょっと試乗してみて、また不具合があればそこら辺はしっかりとやっていきたいと思います。はい、ということでとりあえずインテクの方の交換も終わりまして、エア抜きも終わって、まあ、デスビの調整も終わりました。で一番最初にまあ感じてた印象よりもエンジンの調子がすごい良くて、こうタイミングライト当てた時のこうブレっていうのもないので、まあ、まだまだ活躍できるエンジンじゃないかなと思います。ちなみに、まあ、シボレーはこう正面から見て右側にエンジンのディップスティックがあると80年以降だから、まあ、そこら辺のエンジンで、左側正面から見て左側にエンジンのディップスティック、オイルゲージ、オイルのレベルゲージがあると80年、79年より前だったか確かね、そんな感じのエンジンだったと思いますので、これは80年以降の乗せ替わってるエンジンになります。まあ後ろエンジンの後ろのとこ見れば、まあ何の車に乗ってたか、まあおよそは見ることはできます。ということで次はですね、まあ仮ナンバーの方借りて試乗の方をして、まあ車検が取れるかどうかっていうのをちゃんと見ていきたいと思いますので、ぜひ見逃さないようにチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ということで最後までご視聴ありがとうございました。